せせら笑うな。あ、おはようございます。今日何しに行きます。今日はアーシャを取りに行きます。取るぞ。おお。急いでる時に突然大渋滞。踏めないアクセルに払ったツー。目的地までどれくらいかかるの？言うとしたいけど動かないね。ギター高坂です。今日はですね、アーシャ撮影の4日前ですけれども、撮影に向けてこの伸びに伸びきった髪を、これから綺麗に行ってこようと思います。おはようございます。南の篠原です。今回は初めての美容院に来て、あ、近い、初めての美容院に来ておりますので、一体どんな髪型になるでしょうか。行ってまいります。D 散歩です。こんばんは、 D 散歩の時間です。今僕たちは六本木に来ております。時刻は現在撮影日の前日午前2時40分です。明日はアーシャ撮影ですけど、何を着ようか、だいたい僕は前日に準備をするんですけど、何も決まってません。おはようございます。おはようございます。どういう感じのイメージですか？芝居ですね。俺たちが寝っ転がってホットドッグを食べてるという写真を撮りたいなと思ってます。中に必要な調味料とかも全部持ってきます。え、作るの？作ります。今のファッションのこだわりは、まあカリフォルニアって感じです。分かってあげてほしいわ。なるほどって言ったけど。まあ面白いですよこいつらは。取りがいがありますよね、面白いから。でもなんかこういう時アホなんですけど、ちゃんとライブとかの時はまあ言い方は悪い、合ってるかどうかわかんないですけど、音楽に向き合って真摯に真面目にやってんじゃないかなって感じが伝わるし、俺も何回もね
このコアロのライブで泣きそうになったりしながら撮ってることありますから、ね、我慢しないで泣けばいいのに。出会いは路上ライブですね。ここに僕がちょっと噂を聞きつけてカメラ片手に行って、あたりから音が聞こえるわけですけど、爆音がワクワクしながら歩いてきて、どんなんなんだろうあのバンドは。被写体としてはみんないい表情するんですか。まあ僕もね3年間ずっと撮ってて一緒に成長してきたような感覚でいるんで、負けたくないですよね、この子らの成長に。もっと全国グリグリ回ってほしいですよね。グリグリと、まあ横言えば一緒にこうついて回りたいし、もっとこういろんなところでやれるバンド、いろんな人に聴いてもらえるバンドが一番なってほしいかな。